つつこべえこうは、台湾の伝統的料理の一つである。意味は、筒に入ったおこわ。もち米類の軽食、夕飯、べえこうによく似ているが、つつこべえこうは、磁気製の瓶、竹筒、または、鉄鍋で調理され、強い風味を持っている。つつこべえこうもち米と椎茸、たけ、くれない頭、醤油、塩、酒、油を一緒に炒めてから、スライス下に卵、肉の切れ端、 または、肉層を小さな筒の中に入れて、炒めてある。もち米を入れた後、ふかす。熟した後、皿の上に、逆さまに返して乗せて、甘いタレ。または、肉、層、さらに香菜と、ラフクイヌイを乗せれば、筒子ベーとなる。もち米の具材は、基本的な椎茸のほか、干しエビや肉の切れ端などの具材も加える。肉の切れ端、煮卵を、ハスコ。 シェンタンなどに置き換えて、様々な味と風味を作り出す人もいる。筒子米ベーコーは、農業時代初期には、竹筒で作られていたが、その後は、小さな鉄道で作られるようになり、より洗練された店では、磁器の筒を使って作られている。筒子米ベーコーと竹筒飯も、小さな竹筒で出されるが、口当たりは大きく異なる。ツツコベーコーで有名な場所は、台湾台中市清水区で、 1933年に地元の王答先生の作る米公の評判は広く世間に知られ多くの弟子を抱えた。清水一帯に多くの米公店があるがすべて王答の門下である。例えば王答米公店から浅井米公は約100メートル離れたところにあった。創業者の陳天材は王答の弟子である。ありがとうございます。